はい、どうもレッドさんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、まあ、ちょっと初めて、私のチャンネルでは初めてになると思うんですけれども、COD のねちょっと動画を、作っていこうかなと思います。まあ、生放送とかではね何回かやってるんですけども、動画でして出すのは初めてかな。で、今日ご紹介するのはですね、まあ、普段私がヴァンガードのマルチで使っている、メインのアサルトライフルと、サブマシンガンですね、 AR と SMG のメインで使っているものをご紹介していこうと思います。まずですね、 AR に関しては今これ持ってるやつですね、クーパーカービンというアサルトライフルになります。このクーパーカービンというのは、12月のウォーゾーンパシフィックですね、統合されてシーズン1になってから追加された新武器になるんですけれども、これがですねめちゃくちゃ強いです。はい、でこれが出るまではフェドロフですね、フェドロフ、オートマトン、オートマトンでバレルとね、マガジンで威力が上がるやつをつけてるんで、それをメインで使っていたんですけど、キルタイムが結構早かったのですごい使ってたんですけども、それに匹敵するのかな、キルタイムに行くともしかすると若干こっちの方が遅いかもしれないんですけれども、よいしょ、とにかく扱いやすい。オートマトンでね威力上げるアタッチメントいっぱいつけるとめちゃくちゃグレグレになっちゃうんですけども、この銃のこのカスタムはね、今ちょっとリコール制御なしで撃ってるんでしょうか、こんな感じです。ほぼ真上に上がっていくんですけれども、50発撃ってこれですからね、最初の10発ぐらいこんな感じ、こんな感じなんですよ。ものすごくね安定してる。でそれでいてキルタイムが早いので、もう本当にこうちょっと右スティックをちょっと下に落としてあげればこんな感じで余裕で当てられます。でただ一つネックというかですねあって、これ近距離中距離はめちゃくちゃ強いんですけど、ロングになると、まあ、そこそこブレちゃいます。ロングになると結構ブレちゃうので、ウォーゾーンの中で使おうと思うとね、またちょっとアタッチメントを変えなくちゃいけないという感じになるんですけども、マルチでやるのに今おそらくこれが最適解かなというカスタムですね今ね。でカスタムアタッチメントなんかに関してはこの動画の後でまたちょっとご紹介させていただきます。こんな感じでですね、エイムも速いし移動速度も速いから、こういうキャラコンしながらすごく扱える銃ですね。サブマシンガンみたいな感覚で使えます。エイムが速いので、こうジャンプして着地する頃にこうちゃんとエイムが合う。これも非常に強いところですね。こういう感じで、もう様々なキャラコンしながらでも普通に扱えるアサルトライフルなので、個人的に今までこういろいろ使ってきた中ではアサルトライフルの中ではもう最強クラスかなと思ってます。はい、で続いてご紹介するのはサブマシンガンのですね、サブマシンガンは、以前までは私100式を使ってたんですね、タイプ100っていう、サブマシンガンを使ってたんですけれども、まあ威力も非常にキルタイムもめちゃめちゃ速かったし、移動とかもね、ものすごい速かったんで、使いやすいなと思ってそれを使ったんですけども、まあ、ちょっと反動が強かったりとかする面があったので、
で百式がちょっと弱体化を受けてしまって、じゃあどれにしようかなと思っていくつか試していた中で一番良さげかなと思ったのがこちらのトムソンですね。M1928 でしたっけ。はい、こちらのトムソンなんですけれども、まあ、こちらもね後でまたカスタムは紹介するんですけれども、今組んでるカスタムこれね、エイム速度がさっきのクーパーよりも、コンマ1秒ぐらい速い、めちゃくちゃ速いです。でそれでいて、まあ、さっきと同じところでちょっと打っていますけど、まあ、こんな感じです。まあ、縦反動はもちろんさっきのクーパーよりもでかいです。でここまで上がっちゃう、同じ 50% ここまで上がっちゃうのででかいんですけれども、まあ横ブレがないですよ、ほぼ縦のみなので、こう右スティックを下に倒してるだけで集団させられます、ね、こんな感じで。なので非常に扱いやすい。でこの銃、あの今見ていただいた通り横ブレがないので、あの中距離から何だったらロングレンジまで、あの結構当てられるんです。例えばあの辺に行って、こんな感じで普通に向けちゃうんです。こんな感じで、あの距離でも抜けるんですよこの瞬。まああそこまでの距離ね、普通サブマシンガンじゃ狙わない、まあ AR で狙えよって話なんですけども、あの中距離ぐらいまでは全く問題なく当てられます。でこれも移動が早いしエイムも早いから、今みたいにこう止まっていってもキャラコンをしながら、でもものすごく扱いやすい、ね、こういう。ジャンプして飛び込みながらとか、こういうねショートスライドからとかね、こういうのがね非常にやりやすいです。ではですね、それぞれのアタッチメントの方をね紹介していってみたいと思います。まず、クーパーの方から、マズルに、G28 コンペンセーターをつけて、これで、反動制御ですね。で、バレルが重要で、この、4つあるうちの、この一番上のクーパー22カスタム、これをつけてください。これをつけることでめちゃめちゃ扱いやすくなります。ストックなんですけれども、初期命中率とエイム速度、それから反動回復ということで、結構メリットがいっぱいあるので、クーパー 45RS。これをつけてますね。これマルチの時につけてるやつです。で、熟練度でタイトグリップをつけて、連射中の命中率と反動を抑えています。グリップは、まあ、いくつかあるんですけども、私はスティップルグリップをつけています。で、これ、反動制御はそんなに効果としてはそこまで大きくはないんですけど、このセンタリング速度ですね。センタリング速度が 20% アップするということで、これ連射中の、要はその打って反動があって元の位置に戻るっていうのがかなり高くなるので、これをつけるとあの連射中がめちゃめちゃ安定します。でマガジンはこの一番上に出ている30カービン45ラウンドマガジン、これをつけてください。これをつけることで威力が上がります。グーンと上がります。これ非常に強いです。これを絶対つけましょうと。で、それつけてもこのクーパー22カスタムをつけているとめちゃめちゃ安定して打てるので、アンダーバレルとかもね、この私はハンドストップでやっています。
これで反動制御と命中率がまあ 4.5% 上がる感じですね。で、反動がそれでも気になるなっていう方は、このカバーフォアグリップとかをつけていただくと、さらに縦反動は抑えられる感じになります。で、サイトは、スレートリフレクターですね。これで、エイム速度を落とさないようにしてやっています。そこまでロングを狙うことがないので、まあ、これで十分かなという感じ。マルチでやっているという感じですね。はい。で、弾薬タイプは、まあ、いくつか選択肢はあるんですけれども、これ、もともと、弾速が秒速 1000m を超えているので、例えば長尺弾とか使ってね、1300とかって上げたところで、あんまり意味がないですよね。もう秒速 1000m もあれば十分なので、なので、まあ、フランジブル弾を使って、その相手の動きを抑える、回復を抑えるとか、あと、おすすめは FMJ 弾とかですね。今作から結構壁が木製だったり、モルタルみたいな壁だったりとかで、壁抜きできるところがかなり増えているので、この FMJ 弾をつけて壁抜きを狙うっていうのも一つありかなという感じです。はい。ということで、クーパーのカスタムはこんな感じ。はい。それでは、SMG の方のアタッチメントですね、紹介していってみたいと思います。マズルは同じですね。G28 コンペンセーターで反動制御しているという感じです。で、バレルがこれ大事で、この上から2番目の CGC12 クーリング、これですね。これをつけてください。これをつけることで、かなり、操作性が良くなります。キルタイムとかを考えたら、この、ラピッドをつけると連射速度上がるからキルタイムも上がるんですけれども、やっぱりかなり腕がひどくなってしまうので、安定して当てたいなと思ったら、この、CGC12 クーリング。これがおすすめです。で、ストックなんですけど、ここをちょっと選択肢いくつかあって、人によってはこれかな。チャリオットマックスマンをつけて水平反動とかね、エイム速度を上げるっていう人もいるかと思うんですけれども、私はちょっと移動速度を上げたかったので、こっちの、まあ、いわゆるストックなしに当たるのかな。CGC ワイヤーグリップというものにしています。はい。で、これをつけることで、エイム速度とか、初期命中率、反動のアップ、それからエイム時とか、エイム時移動安定性、この辺が大幅に上がる、感じですね。で、このエイム時の移動速度が大幅に上がることで、その打ちながらの、いわゆるその、歩き打ち、レレレ打ちっていうんですか、左右に動きながら打つとかね、そういうのが非常に、やりやすくなります。なので私はこれをつけてますね。まあ、ここはちょっと選択肢いっぱいあるので自分のお好みのものをつけていけばいいかなというふうに思います。で、アンダーバレルなんですけれども、まあ、いくつか試した中でやはり縦反動がね、それなりにあるので、私はカーバーフォアグリップをつけて、反動制御をちょっと強めに取っている感じですね。はい。で、マガジンはこの 8mm クルツ50ラウンドをつけることで、威力も上がりますし、まあ、50ラウンドあるので、弾切れの心配も かなりなくなるかなと思います。はい。で、リアグリップなんですけど、ここね、今までとちょっと違って、ファインタールグリップというものをつけています。ティップルグリップって、反動制御が縦反動 2.1%、横反動は 0.8% しかないんですね。で、なので縦反動をしっかり抑えたいということで、エイム速度を若干犠牲にしてるんですけれども、反動制御に振っています。ということで、ファインタールグリップをつけています。熟練度に関しては、以前はね、このスライハンドというものをつけていたんですね。どうしてもリロード速度がちょっと遅いから、これをつけることで少しでもリロード速度をね、速くしようということでつけてたんですけども、最近はこのフレンジーをつけてることも多いです。これはね、相手をキルした時に体力回復をしてくれます。で、SMG ってやっぱりその前線に出てて戦う機会が多いので、どうしても被弾する確率というのが高くなりますよね。なので相手をキルした時に体力を回復してくれるっていうのは非常に相性がいいんですね、SMG にとって。なので、まあ、状況に、その時その時によってこのスライハンドをつけたり、フレンジーをつけたり、
という感じでやっています。はい、キットはフルロードですね。もうこれは鉄板ですね。もう どんなやつでもフルロードは入れてます。これ入れとくことでね、レースしてあの収容所から戻ってきた時もこの銃さえ、取れば弾薬は満タンの状態からスタートできます。サイトはですね、まあ、以前スレートリフレクターをつけてたんですけれども、実はこのねアイアンサイトっていうのが選択できて、このアイアンサイトをつけることでエイム速度が若干ですけど上がります。スレートリフレクターとかはあのエイム速度は変わらないんですけども、これアイアンサイトにすることで、エイム速度が上げられるので若干、まあ、ここで底上げしている感じです。でこのトンプソンのアイアンサイト非常に見やすいので、これこのアイアンサイトの台ってやつですね、これ見づらいのでこの台っていうやつ、アイアンサイト台をつけるとエイム速度も上がって、であの非常に見やすいのでこれおすすめですね。はい、でこんな感じが、サブマシンガンのアタッチメントがあります。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、私がそのヴァンガードで使っ、ヴァンガードの、マルチプレイで使っている、メインのアサルトライフルとサブマシンガンの、ご紹介をさせていただきました。ということでね、今回は以上となります。今回の動画がね、良かったな、面白かったなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録と高評価ポチッと、していただけるとありがたいです。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。